とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もやっていきましょう。二ついいものが出るまでやめられません。シーズン7ですね。シーズン7になって、いいやつ、まだ一つも出てないんですよ。まだ出てない、実用的なやつが。今日は、出てほしいな。できれば、そうね、もう本当にこれしかないっていうような実用的なやつ、それが一つは欲しい。はい、では今日はどれぐらいで終わるんでしょう。いきます。速攻で終わればいいけどね。まあまあ、ソウルフィストの流れ込む魂付きだ。うん、使ってはいけるんだけども、いや、エンチャントは微妙だな。もしも使うってするならば、輝きは欲しいところなのよね。雷クリティカルは入ってて、そこはいいんだけども、ちょっと微妙だな。トリック、エンチャントがよろしくない。ツイン。クールダウンショットはついてるんだけども、他がない。ダメだね。はい、ということで頑張っていきましょう。何回で終わるかな。2回目にして結構惜しいのが来だしましたね。まあ武器にダイナモ付きいいよね。でもまあこれは使えるやつじゃないけども、でハープクロスボウ惜しい、貫通ついてるからあとダイナモなんだよね。まあまあそうね、欲を言えばダイナモマルチ、惜しいな。で、ピグリンアーマーも、クールダウンはついてる。ただ、他が良くないんだよな。まだまだ全然使えるレベルではないんだけども、今日は結構早めに出そうな気がしますね。これ早く終わりそうだよ。いや、いい感じに出ましたね。フルメタル。です。これ。クールダウンに、だね。どうなんだ、まあまあ、もうすでに、フルメタルのクールダウン2は持ってるんだけど、どうかな。まあ、真ん中だけクールダウンつけて、右左で雷と火炎フォーカスをつけて、使っていくっていう手もあるよね。クールダウン2つけて、左側。いやー、どうなんだろうな。微妙だな。でもまあ、クールダウン2つつくっていうのはちょっとレアなので、これはいいんじゃないですか？まあ、そうね。唯一無二っていうわけではないんですけども、とりあえず、今日1つ目、これでどうでしょうか？フルメタルアーマー、クールダウン2、黄金だったらよかったな。おお、輝き3か。さっきも輝き3の武器が出て、珍しいなと思ってたら、さっきはクールダウン2が出たよね。今日なんか、スキルが被る感じで出てるね。もしかするとクールダウン3のやつが出るかもしれない。まあまあこれは全然ダメだけども、今日はいいね。なんか、スキルがすごくいいやつが出てる気がする。期待できるぞ。ウィザーのアーマーか。でも性能はまあよろしくないね。クールダウンついて、一番右がまあ霊気だろうね。で、左側がね、思いっきりの外れエンチャントだから、ダメだな。いや、妥協せんどこ。ダメ。次行きましょう。久しぶりに出たよ。久しぶりに出た。バブル。はい。まあ、でもクールダウンとロールチャージだけかな。ちょっと波なやつです。なぜモブを炎上させるがついてるかが。これはいらないんだけどね。で、右側が、まあ、そうね。連鎖でもいいし、テンポセフトでもいいか。まあまあまあ、いいんじゃないですか。無難に使っていけそうなやつなので、これは、いいでしょう。できれば、もう少し何か、プラスアルファついて欲しかったけども、
仕方ない。OK、これでいきます。はい、それでは戻ってきました。久しぶりにね、バブルバースター出ましたね。でもできれば、マルチショット、もしくはボーナスショットとか、バーストボーストリング、そのあたりが、もう一個ついて欲しかったなまあまあまあ、普通に使ってはいけそうなので、いいでしょう。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。